もう衝撃的な記者会見で世間をあっと言わせました村上社長なんですが、今回新たに由比さんが失踪するという深刻な事態を招いてしまったわけです。現在どんな心境でいらっしゃるのか非常に気になるところなんですが、その村上社長なんですけれども、マスコミとの接触を避けていらっしゃるという模様で、現在事務所にも自宅の方にもいらっしゃいません。それにしましても村上由比さんの安否が気になると思います。ビーチクバーチクうるさい連中だな。追い詰められたアイドル失意の失踪というところでしょうかね。どうしてですね、あのね、おじさん、俺今見合いどころじゃないの。その発端になりました、ね、郵便物先日、自宅に押し入りました強盗事件だったんですけれども、その事件はラストワイドという番組だけがですね、まだ見てないし見る気もないの。もう適当に断っといて。じゃあ切るよ、切る。はい、じゃあね。によって、ユイさんの実の兄でもある事務所の村上社長が翌日の記者会見場で、レイプを認めると同時に行き過ぎた報道としてラストワイドを名指しで非難しました。そして今回のこのユイさんの失踪につながるわけなんですよね。その人権を無視しました、その行き過ぎた報道というところに多大な問題があったような気がするんですが、本当にそう思います。いいよ、後で高柳でも呼んでやらせるからよ。いや、他の男の人この部屋に入れたくないの。探せないの？ゆいちゃん死んじゃうかもしれないのよ。探さないの？ゆいちゃんを追い詰めたのあなたかもしれないじゃん。追い詰めたのはワイドショーの連中だよ。ひどいことしたじゃない、みんなの前で。二度とゆいのこと言うな。分かったようなこと言うな。俺に意見するな。どこ行くんだよ。そんなに会社休めないの？それでは次の話題に行きたいと思います。よし、よしと、さ、よしと、一応ね、一応、うん、一応もしかしたら、もしかしたらあるからね、もしかしたらがね、ああ、もしかしてるわ、ね、こうして全ては始まった。乗れよ、駅まで送っていくから。愛を苦悩ば悩みに揺れる破滅の秘密はしてトゥライト死に物を探りながら